俺のここは AWM。はい、どうも、スコリです。今回はですね、お話ししていきますのが、ワンパンマンコラボですね、今度5月の31日の朝10時から来るというふうに、まあ決まったと思うんですけれども、まあこれが来るっていうふうに。ですね、僕が思い出したとある要素があるんですよね。それについて今回はまとめていこうかなと。まあ、去年あった無料配布で、今年来るといいなっていう風に言っていた要素の一つなんですよね。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれど、それがですね、まあこの間も話したと思うんですけれど、ワンパンマンコラボでスクラッチイベントがあったんですよね。はい。どんな感じのイベントかっていうと、まあプレイヤーたちはですね、おのおのの陣営に分かれると、4つの陣営があって、それのどれかを選んでですね、入るんですよね。で、陣営ごとにそのバトルをしたりとかで、こなすことができるですね、ミッションがあったんですけれど、まあそちらのミッションをこなし、ポイントを貯めて、で、その全サーバーで貯まったポイントの累計が一定数を達成すると、例えばダイヤがもらえますよとか、例えばまあ栄光勲章を2つもらえますよとか、まあ、例えば今言ったようなスクラッチですね、スクラッチカードがもらえますよっていうことをされていたんですよね。で、まあこの間話したのは、まあ、この栄光勲章ですねが、まあ、初期アカウントを作ってチームに所属するだけで受け取れると、レベル1キャラクターでも受け取ることができるということで、まあ、金幕の車両をですね、まあ、ガチャ回して量産したりとか、まあ、中には折れ幕を作った方もいらっしゃいましたよって話をしたと思うんですけれど、で今回はその次にありましたスクラッチイベントの方について話していこうかなというふうに思います。でまず1枚目画像を出していきますね。それがこちらですね。まあ、こんな感じで、まあ、上に宝箱が映っているじゃないですか。この宝箱の方を押していくことによって、まあ、栄光勲章が手に入ったんですが、一番右のチケットみたいなやつ、はい、ラッキー抽選券っていうのを押すことによって、スクラッチカードがもらえました。で、そのスクラッチカードがこちらですね。まあ、こちらのスクラッチカードで、同じ絵柄を3つ当てると、左に映っております、ワンパンマン限定自由選択パックっていうのがもらえるというふうになっていたわけなんですけれども、一応これスクラッチカードっていうですね、形にはなっていますが、まあ、実際その、当たる可能性、当たる確率みたいなのは別で設定されていたんですよね。まあ実質まあガチャみたいなもんだったんですよ。無料で引けるガチャみたいな。で、その中身の方も確率出ていたんですが、それがこちらですね。はい。皆さんこれお分かりいただけますでしょうか ?0.001% の自由選択パックあると思うんですが、これね、ふざけた確率なんですよ。やばい確率なんですよね。なんでかっていうと、まあ、当時ですね、僕もまあ情報系実況者ですね、ずっとやっているわけなんですが、当時もやっていました。はい。で、いろいろ調べたりとか、まあリスナーさんにですね、いろいろ聞いてみたりとか、いろいろしたんですけれど、どこを調べても、そして、どなたに聞いてもですね、このワンパンマン限定自由選択パックを当てた人が一人もいなかったんですよね。さすがにですね、普通このパックを当てたプレイヤーがいたらツイートすると思うんですよね。スクショ取って、さすがにツイートを上げると思うんですよね。だって当時当てた人おらんかったですから、まあ、自慢したいなっていうのもあると思いますし、単純にそういうスクリーンショットとか動画を上げることによって、まあ、自分の数字に変換することができるわけじゃないですか。まあ、ですので、普通はそれをすると思うんですけれど、それがいなかったんですよね。どれだけ探してもいなかったと。まあ、つまり、このワンパンマン限定自由選択パックってのは実質存在しないアイテムという風になってしまっていたわけなんですよね。ちなみにこれ中身なんかっていうと、このパックを開けることによって、まあ、任意のですね、ワンパンマンの金枠のアイテムを選んで入手できると。まあ、当時はまあ金枠の車両とかですね、まあ、そこら辺が人気でしたので、普通に性能良かったですし、まあ、そこら辺がまあその入手することができるみたいな、まあ、実質その金車が当たるパックみたいな感じだったわけなんですよね。まあ、なんですけれど、実際は当てた方いないと、ない存在っていう感じになっていたわけなんで、まあ、これ思い出してですね、懐かしいなみたいな。またこういうで、面白い事件、凄惨な事件の方をですね、起こしてくれないかなっていう風に、僕は今年も期待してますし、まあやっぱりですね、第1弾、第2弾っていう風にですね、去年やった第1弾コラボの復刻っていうのを今年していて、まあ割と第1弾コラボと似たような内容が来ていることが多いわけじゃないですか。まあ、夏の滞在とか、東京グルとか多いと思いますので、まあそんな感じでですね、ワンパンマンの方につきましても、まあ似たようなイベント来るんじゃないのかなと、再び 0.001% の悲劇を生んでくれるんじゃないのかなっていう風に、まあ僕は期待してますね。しかし今年はまあ、金車のね、価値っていうのがすごく下げられておりまして、まあ、電動の方がいいですよ、みたいな。普通にリセマネ手に入るレベルだったら、もういいよ、みたいな。リセマネでゲットしとけばいいや、みたいな感じで、すごい価値っていうのは下げられてきておりますから、まあ、今年はですね、まあ、去年よりは手に入りやすい状況にはなってくるのかなと、普通に考えたらですね、思いますね。はい、というわけで今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。まずこちらですね、ワンパンマンは大好きだから、コラボレーションは嬉しいですが、そろそろ新しい作品とのコラボレーションをしてほしいと。まあ、新しい作品とのコラボレーションっていうのも考えられているとは思うんですけれど、まあ、6月は微妙っすよね。6月ってどうしてもそのインターネット上のアクティブ落ちる時期なんで、皆さん忙しかったりとかしますしね。学生さんだったらまあテストとかもあると思いますし、まあ、普通にね、6月って体調も落ちやすいですから、やっぱりアクティブが上がりづらいと、そういうタイミングで、まあ、こういうこと運営がもう動くことは少ないと思いますし、まあ、クライアント側からしてもですね、どうせやったら7月とか8月とか夏休みがある時期に売ってもらった方がいいですから、6月はなんだかんだ薄めになるんじゃないですか。で、次ですね、ショップのチケットで
で永遠が買えるようになりますかと。まあもちろんなるように買えるようになってもおかしくはないですけれど、まあ、ただ買えるようにするとマクラーレンを下げた意味ないですからね。結局そこが入れ替わっただけなんでやる意味ないですからね。それだったら最初からマクラーレン下げない方がいいだろうっていう、下げる意味ないだろうっていう風になっちゃいますから、それをする理由がない以上はまあちょっと正直今は考えづらいのかなと、まあ、やってもおかしくないですけどね。はい。で次ですね、高野行動運営は何を目指しているんだろうと。高野行動運営は多分そのネットイース中国の企業じゃないですか。まあ中国市場においてゲーム企業で一番になることを目指してるんじゃないですか。なんでテンセントの後追いみたいな、現状そのトップの方にいるテンセントを追いつぶすためにですね、まあうまくテンセントがやっていることを真似しつつ、まあ、プラス高野行動運営は独自でいろんな企業と提携してやっていったりとか、人を引き抜いてより多くの国で展開できるようにされてますよね。工夫の方されていると思いますね。まあ日本の文化だったりとかそういうところが評価されてきているところで、まあ日本の方にスタジオを置いてゲーム開発をしたりとか、日本のその有名なゲームクリエイターを招いてですね、新しいゲームを作成させたりとか、まあそういうこともされておりますし、まあ日本市場で勝って、そして日本の文化をうまく取り入れて世界で評価されて、そして世界で評価された挙句、まあ中国の中でもですね評価され1位になるという、そこを目指されているのかなというふうに思います。で次ですね、あの金玉のガチャのやつ引いた方がいいですかと。そうですね、3倍のガチャ回してないんだったら3倍のガチャ回すべきだと思いますね。余っている栄光勲章をちょこっと使うぐらいでいいと思います。で次ですね、パラシュートがパラシュートじゃなくなっとるやと。次のですね、あのガチャのやつのパラシュートっすよね。玉っすもんね、当たるので。次ですね、金枠の車にランボとかファントムじゃなくてマクラーレンとか機関 Z が来てほしいなと。まあそういうふうに思われているユーザーさんが多いのは、高野行動運営もとっくに分かっていると思いますね。まあだからこそ入れないんでしょうね。マクラーレンとか機関 Z はそういうふうに思う人たちを釣るための材料として今後も使われるのかなというふうに思いますね。今回のやけん、その3倍のガチャあるじゃないですか。あれにも入っていたでしょう、回してもらうために。まあそういう感じで、まあ期間限定もののガチャをうまく伸ばしていくために、効果を上げるために使われるんじゃないかなっていうふうに思いますね。で次ですね、難しいと思うんですがタイムラグをなくしてほしいですと。完全に消すことは絶対に無理だと思いますね。まああの有線の回線でプレイする、パソコンでプレイする、まあ、例えば Apex でもタイムラグってのはちょこっとですけれどある程度は起きておりますし、まあ、何やったら高野行動なんか有線でプレイできませんからね。スマートフォン版に関しましては、スマートフォンね、ワイヤレスの回線を使ってプレイしていると、下手したらねモバイル回線とかでもプレイされていて、まあ、回線が弱いプレイヤーというのが非常に多いゲームという風になっておりますから、まあ、そこは技術的な問題じゃなくて物理的な問題になっちゃいますもんね。高野行動運営がどれだけ頑張ったところで、まあ、少しはもうちょっとは詰めれるかもしれませんけれど、大してさほど変わらないのかなという風に思います。もうそこはもうなんか 6G とかなんかそういうなんかバカ早い回線が来ない限りは無理だと思いますし、あんま回線強すぎてもですね人体にある影響というのはまあ半端ない感じになっちゃいますから、ですのでまあ難しいんじゃないかなっていう、まあ、そこはまあどうしても納得いかないのであれば、まあ、スマートフォンでガンシューティングゲームをしないとか、どうしてもそのガンシューティングゲームがしたいんだったらパソコンでやってある程度その差を縮めるとか、タイムラグがもう絶対に許せないんだったらガンシューティングゲームをやめてサバゲーでもした方が僕はいいのかなというふうに思いますね。